エサルハドン、エサルハドン、エサーハダン、在位。紀元前681年、紀元前669年、ワシガシリア王国時代に、その絶頂期を統治した王の一人である。アッカどもでは、アッシュールアハ、イディナと表記される。エサルハドンは、アッシリア王センナケ義分の罰師として、王妃の一人、ナキア、ザクツとの間に生まれた。幼少期より病弱であったと伝えられる。 紀元前694年に、長兄アッシュール、ナディン・シュミガエラムとの戦いで、行方不明になったため後継問題が生じ、泣き屋の尽力によって後継者に指名されたが、これを心よく思わなかった他の兄たちと対立した。彼自身が残した碑文によれば、兄たちによって盛んに残言がなされたために、身の危険を感じ、首都を脱出して身を隠した。 この時おそらく現在のアナトリア南東部付近まで亡命した追放設理。そして紀元前681年センナケリブが他のニたちによって暗殺されるとエサルハドンは王位継承戦争を戦いハニガルバトでニたちの軍を破って勝利してニーネベに戻った。これらの6週間余りの戦いの後アッシリア王位を獲得した。 敵対した兄たちを殺害した後、エサルハドオンは、不王、センナケリブが破壊したバビロン氏の再建に取り組んだ。現在残されているバビロンの遺跡はほとんど彼が再建した後のバビロンである。このバビロン再建は、バビロニアとの緊張緩和をもたらし、バビロニア地域の反乱は、彼の治世中目立って発生することはなかった。そして彼も、また歴代のアッシリア王と同じく盛んに、 軍事遠征を起こした。エサルハドンは即位直後、南部メソポタミアのルローミンを討伐した。紀元前679年、キンメリア人と戦って、これを破り、北部の国境を安定させた。紀元前676年頃には、ザグロス山脈やタウロス山脈方面に遠征して、現地を抑え、さらに石久沢やスキタイの王に娘を嫁がせて遊牧民との、 関係改善を図り、同時期にバビロニアに侵攻したエラム軍を破った。紀元前673年、ウラルトのオールサ2世、ルシャス2世と戦った。エサルハドンの軍事遠征の中でも最大のものは紀元前671年にユダをヒゼキヤとエジプト王が結んだのに対して起こしたエジプト遠征である。この戦いでアッシリア軍は 当初水不足に苦しみ、エジプト軍に敗れたが、最終的には、エジプト軍を敗りたハルカは逃亡。アッシリアは、その後メンフィスを占領した。エジプト征服はかつてアッシリアが初めて、バビロニアを征服したことと並ぶ、歴史的異業として大きく記録された。また彼は、自分の功績を、さらに誇張し、上下エジプトとエチオピアの王をした。しかし、彼のエジプト支配は、 安定せず、紀元前669年に、フェニキアのトシティルスがエジプトと結んで、アッシリアに反逆したためこれを討伐。さらに、エジプトの反乱を鎮圧するために、エジプトへ再遠征を行うも、その途中で沈没した。上記のような華々しい戦績と、裏腹に、エサルハドン自身は、非常に迷信深くまた病弱な王であった。エサルハドンは、 占いに関する資料を多く残している人物である。彼は多数の祈祷師や先生術師を周囲に置いており、あらゆる行動に関してその吉祥を占わせて確認を取っていたほか、悪霊払いの儀式をたびたび行っていたことが、彼に当てられた部下の書簡から確認される。他に、彼の時代からアッシリアで盛んに行われるようになった占いとして、いけにえの動物を殺して内臓を取り出し、 その内臓の状態によって未来を予測する内臓占いがある。また古来よりメソポタミアで王にとって不吉とされた日食や月食を恐れており、彼の長身にはアダトシュマウツルやマーイシュタルなどの先星術師が名を連ねた。こうした占いはもちろんいつの時代も行われていたが、エサルハドンの占いに関する残存資料は歴代王の中でも群を抜いている。 また彼は発熱を繰り返していたらしく、病気治癒のための儀式も繰り返し行われている。こういったことからエサルハドンが神経症を患っていたと考える学者もいる。真実神経症であったかどうかは不明であるが、そう考えられるほどに彼は悪霊や強調を恐れていた。エサルハドンは自らの大位継承の経緯から自分の息子たちの大位継承に関して、 生前に様々な方策を講じた。自分の息子たちのうち、長男のシャマシュシュムキンをバビロニア王とし、別の息子、アッシュールバニパルをアッシリア王とし、アッシュールバニパルを上位とした。そして有力進化等を集めて、大継承に関する取り決めを遵守することを誓わせる、制約の儀式を代々に取り行った。この制約に関する残存資料は、かなりの数に上り、 俗国に対しても、条約の形で要求された。これは俗王条約と呼ばれ、中でもメディアに対する俗王条約は、アッシリアに良い現存する最長の条約文書である。これらからもエサルハドンが、いかに気を砕いたかが推察される。またこれらの決定には、彼の母、ナキアが関与していたと言われる。彼の死後しばらくの間この制約は守られたが、やがて二人の兄弟は内戦を起こし、 シャマシュシュムーキンは廃止することとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。